はい、というわけで始まりましたニコニコ生放送深掘り TV 司会の城でございます。遅れているにもかかわらず実はまだ全メンツが揃ってないという、緊急事態でございますが、今電話がありまして宮台さん向かっておりますので、もう少しお待ちいただけましたら、全員揃っての、今日は宮台さんのご自身のですね事件を深掘りしていくということになりますので、フルメンバー揃った時点で本題には入っていこうかなと思っておりますが、まあ、その前にせっかくですので、出演者の皆さんの、まあ、近況報告も含めましてですね、いろいろお話をさせていただきつつ、宮台さん到着次第、本編の方には入っていこうと思っております。今日もですね、最後までご覧いただくには会員登録が必要となります。月額550円ですね、失礼しました。月額550円で、月に2回の配信を行っております。まあ自分で言うのも何なんですけど、安いんじゃないかなというふうに思います。まあどこからかスポンサーをさせて、スポンサーを募ることなく独立でですねやってるメディア、毎回阿佐ヶ谷のクロチェットカフェから配信しておりますけど、クロチェットさんも素晴らしい、見てください、こちらじゃん、新しくですね、この名前の、はい、ね、そうなんですよ、木でですね、このネームホルダーを作っていただきまして、配信スタッフ一同、盛り上げておりますが、会員登録していただきますと、過去のアーカイブも含めて全部見ていただくことができます。今日も会員登録していただきまして、まもなく宮台さん到着の予定です。最後までご覧いただけば幸いです。それでは、まずは宮台さん抜きで演者の皆さん紹介していこうと思いますけれども、うん、ラッパーのダース・レイダーさんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。ダースさんは、はい、現在映画の方が絶賛公開中ということで、はい、はい、ちょっと出ますでしょうか、選挙なんですの画像が出るんじゃないかなと思いますけども、はい、ね、ありがとうございます。はい、ね、フライヤー、チラシがね、うん、はい、劇場版選挙なんです、うん、今2月の18日からだから、うん、ちょうど1ヶ月ぐらい、ね、そうですよね、1ヶ月ぐらい公開ものなんのかな、うんうんうん、今全国42、もうちょいかな、45巻ぐらいになるのかな、でかけていただいてて、で先週はですね、これ映画って前半が香川一区、うんうんうん、2021年の衆議院選挙で、後半が2022年の参院選の大阪、はい、京都なんですけども、はい、先週あの舞台挨拶で高松と大阪、うんうん、京都、まあ、神戸回ってきてロケ地巡りをしてきたんですけど、うんうん、まあ、高松でもね無事上映がねできたできたっていうのと、実はですね週末のなんかそのイオン高松東っていうところでやってくれてるんですけども、そのランキング5位に入りまして、すごい、で続映が決まりましてね、あの本当は1週間で新仮面ライダーさんがやってくるっていう、なるほど、新仮面ライダーさんに座を譲る予定だったんですけども、はい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 、なんか続くことになってですね、素晴らしいじゃないですか。ランキング5位が結構な並びで、1位がドラえもん、うん、で2位がスラムダンク、お、で3位が鬼滅の刃、お、で4位シャイロック、お、で5位選挙なんです。すごいな。なんかよくわかんない、そこだけ異色すぎる選挙なんですけど、そこに並んでるのっていう感じなんですけども、はいはいはい、でも、実は僕ら、あの僕と藤ヶ島さんが舞台挨拶ってすごく盛り上がってて、うん、で想定以上にドキュメンタリー映画としては想定以上にお客さんが若い、うん、あの客層が若く、まあ、僕の体感としては非常に女性も多い感覚があるんですけども、逆にドキュメンタリー映画というのは平日のシニア層のあのが劇場に行くっていうことで結構動員が増えていくっていうことに関しては、はい、実は選挙なんですが非常に今あのそこは弱いというか、なるほどね、なんでできればですね、うん、まあ平日、まあ、お時間がある方とかにも、うん、東京はねポレポレさん割と入ってるらしいんですけども、はい、まあ、東京以外のところでもやってるので、はい、なんか平日ちょっと映画でも行こうかなっていう時にね、うん、あの見に行っていただけたら嬉しいかなと思います。まあ、4月になるとね統一地方選挙も始まりますん で、また選挙の季節ですから、あの嬉しいことに金沢のシネモンドさんは、うん、もうあの公開時間は終わって1回終わったんですけど、4月にもう1回選挙直前再上映っていうのをやってくれるみたいで、素晴らしい、うん、なんかまあそういったテーマ的にもねこう今見とくといいんじゃないかなとは思います。そういえばダースさんの SNS で見たんだと思うんですけど、四国新聞にも広告打ちました。広告打ちましたよね、はい、広告打ちました。あれ反響どうだったんですか。あれはですね、まあ、僕らが盛り上がってるみたいな。、うん、であのなんかね
舞台挨拶の時に四国新聞の記者さんいますかって言ったら2人手を挙げたんですよ。うん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 、だから一応見に来てくれてんのかなみたいな。おお、それは敵地視察みたいな感じ。わかんないですけどね。あの帰りがけにねお話聞きたかったんですけど、もういなかったんで。いなかったです、うん、あの映画のシーンの中でもね、うん、あのダースさんと鹿島さんが追っかけて逃げる、うん、はい、四国、うん、政治部の記者、ね、政治部の記者いたじゃないですか、うん、あの人とか見に来てほしいですけど ね、あの人に一番見てるね、出演者ですよ。いやそうですよ、ね、舞台挨拶してほしいですよ、ね、こう盛り上がりどころで出てくれてるっていうか ね、前半のハイライト、ハイライトですからね。そうなんですよね、うん、場面写真でぜひとも公開したいぐらいですけど、そうですね、あの追っかけっこのシーンとかって僕やっぱ当日本当にこんなことあんのかっていうぐらい逃げ回ってましたからね。すごかったですよ。部屋一周してましたからね。そうですよ。何の意味もないし、あれ動いてるの。ただ逃げてるだけでしょ。ただ僕らが近づくとふーっていなくなるんですよ。あれ笑ったってコメント来てますけどね、うん。ここで笑えてない人はまだ見てない人だと思いますので。ぜひぜひね。そうよ。見ていただきたいな。まあ、深掘りではね、うん、2回前かな、そうです、特集も組んでいただいて、はいはいはい、アーカイブで見れますから、ぜひとも。で、あちら大島新さんも来てね、うん、宮台さんの、ね、映画評も僕はすごく嬉しかったんですけども、うんうん、まあ、要は非常に面白くて、面白すぎて本質的な論点を見失う可能性があるから、うん、まあ、2回見て、うんうん、で見終わった後話すのがいいんじゃないですかっていうことは言っていただいてましたね。あ、そういえばこの間は原和夫監督とも一緒だったんですけど、はいはい、原和夫監督も選挙なんです、うんうん、多分コメント書いてくれて、あ、コメントもいただいて、あとキネマ旬報でですね、うん、かなり熱い映画評をいただいてますね、うん、で原監督はとにかくその持論としてね、映画は3回見るべしと、うん、3回見ないとなんかその批評とかコメントは書いてはいけないということで、うん、でも聞いたんですよ、楽屋で、うん、選挙なんです3回見たんですけど、うん、3回見ましたと、うん、ありがたい、うん、もうすごい、原さんにはすごくなんか推していただいててね、うん、やっぱりアドベンチャードキュメンタリーもうどういう概念かよくわかんないです。いやでもそれはきっと気に入られてるっていうか、いやいや、もうすごく嬉しいですよね。僕だってお名前は出しませんけど、あるドキュメンタリー映画監督と原さん の対談を組もうとしたら、うん、事務所サイドから実はその原監督はその監督のことを認めていないので、うん、並ぶのが嫌だというだからコメント的なものも断ってるってことを言ってましたから、多いってますます盛んですね。そういうことでございますよ。ですからやっぱもうその選挙なんですに関して言うと、うん、原和夫監督も、うん、思わず素晴らしいと言ってしまう作品という、うん、ありがとうございます。本当にね、ぜひとも、はいはいね、今公開中です、うん、はい、ということでございます。よろしくお願いいたしま す。さあ隣の席が空いておりますが、うん、隣の席の方は、まあ、登場次第ご紹介させていただきます。いいですよね、この空いてる感ね。いいですね。ガーシーみたいにいいですね。あ、ガーシー、ガーシーですか。ガーシー。逮捕状出すぞ。本当に。深掘り会のガーシー状態でございますけども、今夜のゲストでございます。番組は2度目のご出演になりますけども、早稲田メンタルクリニック院長で精神科医の、増田祐介先生です。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。いやいや、すいません。どうも。おはようございます。はい。はい、前回のご出演が去年の6月ということでございますけども、はい、まあ、YouTube もやられておりまして、はい、YouTube の方をご覧になっている方も多いんじゃないかなと思いますが、うん、プロフィール画像出ますでしょうか。どうですか、その後 YouTube の方というのは。あ、そうですね、はい、まあぼち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 、はい、ずっと続いてます。はい、はいはい、防衛医大をご卒業ということでございます。前回の配信も去年の6月分も会員登録していただきましたら見ていただくことができますので、はい、そちらの方もぜひチェックしていただきたいんですが、さあ増田先生の方はですね、はい、2月に新刊が出ました。はい、書影の方出ますでしょうか。こちら精神科医が教える親を憎むのをやめる方法というのが出たばかりでございます、はい、せっかくですのでこちらの本のお話かいつまんで聞かせていただければと思います。そうですね、はい、まあそうですね、うん、今回の話ともちょっと被るかもしれないんですけども、うん、まあ発達障害の概念っていうのがですね、昔と比べて結構広く取ってるんですよね、うん、はい、それがまあ最近の臨床感覚で、で親の問題っていうのも結構出てくるんですよ。なるほど。で大体発達障害の親っていうのがより発達障害のことが多いとかですね、その結果なんかこう家庭内トラブルが起きてるとかがあるので、うん、まあそこら辺を引くの補助線を引くとですね、まあ親を憎むのをやめやすくなるというかですね、うん、そういう感じの本でございます。
はい、これはね、僕なんかもね、娘2人いますからね、うんうん、そのうちに憎まれ始めると思う早めに読ませておこうかな。補助線を引くって具体的にどういうふうな、あ、ですね、いや、例えばですね、親がこう全然こう構ってくれなかったとか、うんうんうん、話を聞いてくれなかったとか、ネグレクトなのかなと思って、うん、こう大人になってきた時に、うん、親を憎むじゃないですか、うん、だけど妙にあの年末年始とかは大事にしてくれるとか、うんうん、だけどそれ以外の時は全然連絡くれないとか、うんうんうん、があったりして、なんか変な親だなとか思ったりするんだけれども、実はそれはあの ASD 的な要素、発達障害的な要素で、うん、あの、なんていうんですかね、興味の偏りがあるというか、そういう形でなんかこうコミュニケーションができないとか、うん、だからネグレクトしてるつもりは全然本人にはないとか、なるほどね、うん、意地悪してるつもりもないんだけれど、まあそういう話ですね、大体。その関心がないものっていうのは別に、だから子だから関心がないっていうよりも、そっち方面にあらゆることに別に関心がないから、そうです、子供だけ特別ネグレクトしてるっていうよりは、全般そこはそういう、うん、あの扱いになっちゃうっていう。そうなんですよね、だから片付け、家の片付けができないとか、うん、家事をやらないとか、うん、お弁当を作ってくれないってお母さんがいた時に、それはネグレクトじゃなくて単純にそういう力がないというか、うん、あのなんかそういう、まあ、子供がね、やっぱり自分に対して自分のお弁当を作ってくれないとか、うん、自分のことを構ってくれないというふうに感じるけども、うん、そうじゃなくて、そのある種その行為全般に実は、そうです、ある種あの力が向かないっていうこともあると、うん、そういう話ですね、うん、特別なその客体だけを対象に無視しているわけではなくてっていうふうなことですよね。そういう話ですね。なるほどね。まあね、その親って大体子供一人目の時は特にそうだと思うんですけど、うん、まあ親も初めてなわけだから、うん、親のやり方も分かんないっちゃ分かんないわけですよね。で、それをある種学習しながら、確かにね、あの親的な振る舞いっていうのを身につけていくけれども、うん、その学習っていうのをどうできるかっていうのも、うん、やっぱり結構そこがに困難を感じる場合もあるだろうし。そうですね、うん、確かにね、うん、でもこれってまあどの時代だって親、最初に子供を持つ時っていうのは初めて親になるわけじゃないですか、うんうん、ここ近年それが増えてきてるっていうことでもあるんですか。いやー、それちょっとよくわかんないんですよね、うんうんうん、それこそ今回のテーマも関係してるかなと思うんですけど、うんうん、まあ見える化してるっていうのは事実ですよね。なるほどね、まあ確かに、だから、まあ、顕在化はしてるでしょうね、うん、そのこういうことですよっていう解きほぐしもあるだろうし、うん、そうなんですよね、確かにね、うん、でもある種こう名前をつけることによる、それ実はこうなんだよ、うん、名前をつけることの良しは悪しってあると思うんですけども、うん、やっぱりでもこういうことだよっていうふうなある種のカテゴライズしてった方がやっぱりいいんですか。うん、カテゴライズっていうよりはおそらくパラメーター的に捉えることが増えてんじゃないのかなと思うんですよね、うん、人間の知的能力を、うん、そのパラメーターとして理解してることが増えてきたという感じなんですよね、うんうん、だから昔はそのカテゴリーで分類してたんですよ、うん、うつ病とかパーソナリティ障害とか、うんうん、はい、だけどこの発達障害の考え方っていうのは、うん、例えば言語能力は高いけれども相手のことが分からないとか、あの相手のことは分かるんだけれども相手の気持ちを立つのはできるんだけど今度は自分のことがよく分からないとか、そういう人間の能力とか知的能力とかをパラメーター的に見るっていう概念に近いんですよね。まあ、そうするとその非常に天才的な人っていうのはある種そのパラメーターが異様な偏りをしているという人とかですよね、そうそうですね、うん、非常に記憶力とかがすごく高かったりするけども、その他の部分の能力っていうのが、そうですね、っていうバランスの人、まあね、なんかとそこそこ全部できる人もいるだろうけども、うん、非常にバランスがこう突出してたり、うん、それが突出してる人がその突出してる部分に注目されないと非常にできない人みたいに見られたりするけれども、ね、うん、光の当て方が変わると実はこんなことこんなにできるのみたいなことも出てくるっていう。うん、まあでもミュージシャンなんてその典型なような気がしますけど、うん、まあだから才能のあるミュージシャンっていうのはそのパラメータが突出している部分が音楽表現だったり表現ね、ね、うん、あの歌詞を書くとかそういったところと、うん、たまたまこう会った人はある種幸運だっていうことでもありますよね、うんうんうん、で、なんだろう、音楽とかをやる環境にないけど実はそういう能力を持っている人って多分いるだろうし、うん、そうですね、まあ、まあ逆もまたしかりなんですけどね、うん、その音楽じゃないことがやるとすごい実はできちゃう、なんか
ね、音楽ずっとやっててなかなかなんか自分は才能ないんじゃないかとかっていう思ってる人が全然違う職業に行ったらすごい成功するパターンとかもあるじゃないですか。うん、これはまあなんか見極めっていうのは難しいですよね。難しいですよね。で、うん、特に日本の場合は、まあ、その教育の初期段階において、うん、あんまりその人たちのね個性というか、まあ、その才能の強いところを伸ばそうという教育が、まあ、正直少ないじゃないですか。まあ、地ならししていく感じですよね。うん、そうなんですよ、うんね。だからそこがまた一つ問題になってくるのかなという気はいたしますけども。うん、割とね、初等教育で全教科3から4みたいなのを、ね、うん、目指すみたいなね、うん、あの5と0があるのはダメみたいな。そう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 。だからあの、ね、変な話、こう1個でもずば抜けてた方が、うん、それってまあ何かの希望になると思うんですけど、確かに学校って必ずこう、なんですか、いわゆる評価1を減らしていこうとするじゃないですか。うん、2、3を取りなさいっていうね、5がなくてもいいからっていうような教育を、まあ、少なくとも僕は若い頃、ずっと受けてたような気がするので、いや公立校でも僕やっぱりすごく感じたのは漢字の覚えさせて東洋漢字って、ね、うん、だいたい2年生でこの漢字使う3年生でこの漢字を使うっていうの決まってるんですけども、うんうん、うちの娘ってなんか、まあ、本読んでたから割と漢字知ってて、うん、で習ってない漢字を書くと罰されるっていう、うん、あなんでですか、ここはひらがなで書け、書きなさいいいじゃん先に言ってるんだよこれはちょっといかがなものかと思いますよね、うん、そういうのはね、確かにね、まあ、出る首を打たれるっていう、やっぱそこで罰されるとやっぱそれを書いちゃいけないんだっていうふうに思っちゃうんですか、うんうん、それは本当に良くないと思うんですよね。いや良くないですね。で罰じゃなくてなんかもうちょっと違う評価を与えてあげるは、うん、まあ、いいのにね、罰されちゃうとすごいそれはこう萎縮につながっていくのかなという気がしますね。うん、飛び級とかもね、だからアメリカとかって本当それこそ10歳で大学受けるとかっていうことがあって、やっぱりそのパラメーターなんで異様に突出しているところがあった場合、うん、まあ、それを削るんじゃなくてどんどん伸ばす、ね、先にもう進めてあげちゃうっていう、でその方が多分本人にとっても楽じゃないですか。うんうん、なんかね、まあ日本の場合やっぱり宮台さん的な言うひらめきょろめ的な横並びこそよしみたいなね、あの和を持ってみたいな考え方があるから、うんうん、なかなかねこの問題はなんかずっとその教育問題まで掘り下げていかないとというところなのかもしれませんが、うん、さて宮台さん来る前にちょっと初歩的なところでいつもやってるアンケートを取っておきましょうかね、うん、まあ、今日は宮台襲撃事件深掘りしていきます、精神科医の増田先生とともに、深掘りしていきます、まあ、宮台さん来て改めてこのタイミングでお話ししていただけることは、お話ししていただきます。でその情報をもとに、まあ、宮台さんは社会学者の視点から、そして、増田先生には精神科医の視点から、この事件、まあ、犯人、そしてその背景、社会現象みたいなところを紐解いていこうかなというふうに思ってます。で番組の最後にですね、まとめていつも皆さんからの Q&A をぶつけようと思っておりますので、このタイミングでも聞きたいことがありましたら、ぜひとも皆さんコメント欄の方にコメント書いていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。俺の声遠い？ちょっと上投げようか、マイク、ちょっとマイクを上に、じゃあよっこいしょ。老眼鏡が上がってる、これを外せないし最近老眼鏡がないと何も見えないっていう問題が、ダブルメガネですか。ダブルメガネ、そうなんですよ。これどうですかね、聞こえてますか、大丈夫ですか。はい、じゃあアンケートの方を取っていこうと思いますけども、まず最初は今のはサングラスなんですか。これがサングラスで、うん、あの目が割とちょっと弱いんでサングラスしないとこう明るいところだと、はい、目がちょっと痛くなるんで、でこっちはもう老眼鏡だっていう感じでございますけどね。亡くなられた犯人のことをどう思われているのか、そうですね、宮台さん、それから、まあ、今日は、増田先生もいらっしゃいますので、まあ、皆さん聞きたいことがありましたら、この事件に関してぜひともコメント欄に質問書いてください。よろしくお願いいたします。じゃあまずは年齢の属性から聞いていこうと思います。番組いつもね30代40代50代が多いですね、まあ、40代というふうになると、まあ、今日のキーワードの一つロスジェネ、世代がですね入ってくるわけでございますけども、今日のユーザーの皆さんの年齢属性1から7までで選んでください。よろしくお願いいたします。さあ見てみましょうかね。10代20代もねこの事件は関心を持って見てくださっている方も多いというふうには聞いておりますが、どうなんでしょうか。10代
以下20代30代40代50代60代70代以上で選んでください。正直に50代と答えました、まあ、ここでこれで別に正直に答えてない人もいるかもしれない、うんうん、ここで正直に答えない意味は何なのかよくわからないんですけど、まあ、ブライアン・アダムスみたいなね、まあ、そういうことです。18歳です、永遠の19歳です。本当ですか、ありがとうございます、うん、さあ結果見てみましょうか。結果はこちらです、うん、あでも10代が多いんじゃないですか、はい、多いですね、いつもより多いですね、うん、1.7%、うん、20代も 6.7%、まあ、でもやっぱりロスジェネも入る40代、うん、一番多いですから、うん、まあ、犯人がね41歳ということ、うん、犯人というか被疑者になるのかな、被疑者は41歳ということですので、うんうん、まあ、もしかしたら自分の地続きにこの事件を捉えている方もいらっしゃるかもしれません、うん、これ増田先生あんまりこう答えにくい質問なのかもしれませんが、はい、先生のクリニックってこう来る患者さんって年齢層って何か特徴ってあったりするんですか？そうですね、いや早稲田って結構特殊な場所で、はい、クリニックは早稲田でやってるんですけど、はい、早稲田って何て言うんですかね、結構ピラミッド的な人口図なんですよ、うんうん、だから若い人が多いというか、日本でもそういう場所ってあんまなくて、意外と、うんうん、高齢者が多くて逆ピラミッドの場所って結構多いんですけど、うんうん、うちの場合はそういう感じで20代30代が多いですね、うん、あと40代とか、うん、早稲田っていう場所土地柄もっていうか、そうですね、大学もあってあるから、まあでもね、富山団地とかね、割といろんな人が住んでるイメージありますけどね。そうですね、ババのあたりとか、ね、だから普通のクリニックだともうちょっと年齢高いんじゃないかなと思うんですけど、うん、あと YouTube で知っていらっしゃるっていう方も、ね、が多いので、うん、結構若いですね、全体的に、うん、はい、それはじゃあ他のクリニックと比べてちょっと年齢の属性としては得意な例、そうですね、ということなんですね、うんうん、さあジェンダーの方も続いて聞かせていただこうと思います。まあ、今日は40代が圧倒的に多いんですが、あなたの性別を教えてください、男性女性答えたくないの3択用意させていただいております。さあこれも早速見てみましょう。ロスジェネってそもそも人数多いしね。そうなんですよね。あ、パクッと割れましたね、うんうん、半々でございますね。男性女性が半分答えたくないが 5.7% ということなんですけども、これも浅田先生同じ質問になるんですが、クリニックに来る患者さんっていうのは男女比っていうのは、いや大体女性が多いですね。多いんですか、うん、7割ぐらい普通女性です、ね、そうですか、そうなんですか、はい、それはもう場所とか病院に関係なく、関係ないと思いますね、うん、それはなんか理由っていうのは、理由、いや女の人の方がやっぱり不安を感じやすいとかがあるんじゃないですかね、多分。うつ統合失調症とかそういう病気だと男女比はないんですけど、他の病気とか大体なんていうんですか、女性が多いですね。うん、なるほどね、うん、まあ、今日は、年齢的には40代の方がメインで、男女比はほぼ半分、ほぼというか半分ということでございますが、さあ宮台さんの登場を現在待ちつつ番組進行中でございます。あと5、6分で来るんじゃないかという噂でございますけどもね宮台さんは電話の方で、時間を潰しといてくださいって言ったまあ、 あなたの回ですからいつもの回だとやっぱ男性が少し多いから、今日増田先生のね、はい、登場により、うん、女性が増えたという、はい、よかったですね、はい、うん、増田先生イケメンというコメントも来ております。素晴らしい、はい、そうだ、スクショして皆さんの待ち受け画面に使ってくださいでもやっぱりその女性が多いのって要は社会的な問題もやっぱり関わってきているっていうのはあるんでしょうね。その就職、まあ、先ほどその転職の話をされてたじゃないですか、うん、増田さんが。で、まあ、ある年代になると日本の場合非常にその労働環境を変える、うん、のが難しくなってくる、うん、特に、まあ、男性女性で考えた場合、女性の方がより転職のハードルが高いんじゃないか、うん、でそうすると職場である種悩みを抱えた人間関係とかも含めてストレスを感じた時に、でも選択肢がないっていうことに陥りやすいのかなっていうのは、やっぱり日本の社会構造のね、で特に昇進の、よく最近朝日 の記事とかで、ね、まあ、女性が昇進しようとしてもなかなか次々男性にポスト抜かれてって、うん、同じ仕事をしていても、うん、でなかなかこの女性の昇進の壁っていうのが厚いっていうのも、うん、ある程度の年齢いって普通に仕事をしていっても壁があるっていうのもすごくストレスフルだろうし、うん、なんか
そうした条件っていうのがね、やっぱり男女差のバランスが違いが出てくるっていうのもあるのかなって思いましたけどね。そうですね、まあ、今日もね、ニュースになってましたけど、まあ、G7 の中で日本を除く、G6 からね、日本に対してその性差別、うん、これを是正しなさいと、じゃあもう大使が連名で手紙を書いたっていうね、っていうことですから、まあ、そこから考えてもやはり女性の方の生きにくさ、それから先日ちょっと別の番組で雨宮かりんさんと一緒になったんですけど、うん、やっぱりその女性の貧困っていうのも非常に問題になっていると、うん、まあね、その年収とかも地域によって違うんだと思いますけど、だいたい450万とか500万ぐらいが東京都の平均と言われている中で、女性の非正規の方ですとだいたい年収で150万ぐらいとかになっちゃうらしいんで、そうするとまあ東京だと家賃を払って一人暮らしするというのは本当に非常に厳しい状態ですから、まあそういう中でまあ体も疲れていくし精神的にも参っていくということ、なかなかこうきっかけのプラスになるきっかけというのはちょっと見えにくい状況なんですけどもね、うん、増田先生、この状況どんなことでしょうか。そうですね、いや、まずその意外と中小企業って多いですね、うんうんうん、東京って。そうですね、で中小企業で、まあ、安定してる企業とかって実はこう経営者が高齢なんですよ、うん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 、70代経営者とか、うん、結構多くて、なるほど、で、まあ、社長を息子の代に継いでてもやっぱお父さんの意見が強いとかは全然今もあって、うんうんうん、そういうところは本当に女の人を取ろうとしないですね、うん、だからそこは世代交代しないと結構やっぱ働きにくいだろうなと思いますね。なるほどね、うん、90% ぐらい中小でしょうってコメントありましたからね、うん、で僕の映画の選挙なんですでも、まあ、辻元清美さんとか自民党の松川るいさんっていう女性議員が非常に目立つようになってるんですけども、うんうんうん、国会議員って 9.7% しか女性議員いないんですよね、うんうん、今で。そうすると、まあ、9対1じゃないですか、うん、で9対1っていう状況で何かを発言するのってすごい強い位置にならないと、いやそうですね、話がね、だから辻元さんとか松川さんってすごい強いんですけど、うんうん、でもその強い位置しかあり方ありようがないってなると、そうなれない人ってもうその席に座れないし、うん、まあ、そもそもそこに行こうともしない。でこれが永久に増えない理由にもつながっていくし、これ経営者とか女性の経営者っていうのも今すごい強い人が、うん、女性経営者になっていくけども、うんうんうん、本当はそうじゃないいろんな人が そのポジションにいることによって選択肢だったりも増えると思うんですけども、うんうんうん、どうしてもそのバランス、ある種その男まさにみたいなことをね、うん、冠言葉でついちゃうみたいな、うん、戦う女性みたいなことですよね、うん、すごい歪ですよね、その時点で。そうですよね、うん、その時点でもう女性にとってすごいもう高いハードルというか、うん、そうならないと上までいけないっていうね、うん、だって男の方はぐうたらしててもなんとかなったりするわけじゃないですか、うん、強い男、強い男像みたいな持ってる人多いけども、うん、でも案外、ね、サボってね国会で寝ててもいいわけだから、うん、結構のね、バランスの違いっていうのを変えないとやっぱすごい、うん、いびつってことはやっぱ負荷がかかってるわけだから、そうですね、そこはねすごい大変だろうなと思います、ね、高い位置とかって来てますけどね、まあ、高い位置だからその強いっていうのを やりすぎて、その、ね、だって捏造って言葉もあれある種の強さのね、うん、強くあろうとしたみたいな、うん、ことで、まあね、まあ、あの件もそういう問題じゃないことがね、なんか高市さん辞める辞めないって別にどうでもいい話な気がするんですけど、確かに本当はあの番組に口出ししてる方がね、うん、そう、そっちの方が、そっちの方が、そっちの問題なんですよ、ね、そうそう、個別の番組に口出しをしたということ自体が問題なのに、うん、もはやその問題はきっとどうでもよくなっちゃって、高市さん辞める辞めないの話になっちゃってるじゃないですか、うん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 、そうなんですよね、だからやっぱり安倍政権時代にああいう問題があったということを僕らはもうちょっときちんと捉えて、うんうん、そうならないようなことっていうのはもう同じようなことがね、繰り返されないような状況になってるのかどうかっていうことも検証しなきゃいけないので、ね、こっちなんてだってレギュラー来なくてもやってくれるそうなんですよ、許され今日はレギュラーというかこの人主役ですからね言うときますけど、過去2回来なかったことが実はあって、うん、でもその時はまだね、テーマがいろいろね、いろいろ僕と城さんで対応できるやつできたんですけど、うん、今日は宮台真司襲撃事件なのにまだ来てないという、うん、しかも先生もたくさんメモを取ってきていただいて、うんうん、そういう状況の中で、まだ来て、高橋さんもこっちになんか嫌みたいな
本当です。宮台さんダメですよ。そうそこは口出してほしいです。本当にね、もう主役がというふうに来てますけどね。まあでもこういう番組があるってことは僕はいいことだと思うんですよ。同時にね、はいはいはい、ある種そのシャクシー上位なこうでなければいけないっていうものしかないよりは、うん、とはいえまあね、それは当事者の僕らにしてみれば困ったもんですよ、ね。これでもああ来たから、いらっしゃったからよかった。うん、いらっしゃいました。自分会だという。そうなんですよ。今まさにその話をしておりました。本当によろしくお願いいたします。宮台さん登場です。よろしくお願いいたします。拍手もおかしいんだよ。そうね。本当だったらブーイングの一つや二つなんですけど。遅れてきた拍手ってのもね。まあでも無事に、はい、よかったよかった。そこは本当に良かったな、ね、本当にそうです。うん、はい、うん。ありがとうございます。番組終わる前に来れるとは素晴らしいという、ちくりと来ておりますね。ありがとうございます。45分。まあ僕が100分で見られない時これぐらい。はいはい、はしのぎました。こんなもんですよね、うん。これぐらいしのぎました。でもダンさんはそれ一人でしのいだわけですから。そうなんですよ。あの時僕一人だったんですよ。今日はもう3人でしのいだんですよ。配信だから客もいなくて、はいはいはい、本当に僕一人だったんですよ。僕とカメラだけだったんですよ。それは地獄のような地獄でございますけどもね。すいません。宮田さん、今お話としては選挙なんですと、そして、増田先生の新刊のお話を、うん、はい、たっぷりと聞いた後に、うん、とりあえず年齢の属性と男女比の属性だけ、アンケートで取りました。で今日は意外と10代20代の方も多く、で男女比も半々ですね。半々ですね、うん、いつも男性が多いんですけど今日は女性の方が多いです。まあ、あとはやはりロスジェネ世代の40代が圧倒的に多いんですけど、10代20代の方はもう10代で 1.9% かな、20代って20代の方、20代もまあでも 10% 近くいてくれているので、うん、いつもより若い層が多いです。これはまあ、まあくまで自己申告とは言うね。まあそうですね、うん、そうです。もしかしたら永遠の10代というふうに偽ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、そうそうそう、僕の友達に昔の20歳ってずっと言ってらっしゃって、まあそれは本当にそうなんだけど、そこは事実ですね。昔は20歳だったんで、ね、増田先生ファンもたくさん来ておりますので、うん、それでは、役者が揃ったところで早速今日の本題になります。宮台真司襲撃事件をですね、宮台さんはご本人と、そして社会学者の立場から、そして増田先生には精神科医の立場からですね、紐解いていただければなというふうに思っております。まずは無料パートなんですけど、これ宮台さん、他のメディアでもいろいろお話になっていることもあるとは思いますけども、まずは事件の概要といいますか、この時点でお話しできる情報に関しては、この場所で、お話をしていただければなというふうには思っております。検察から言われていることですけど、はいはい、被疑者の家族について、推測を語るということがないのであれば、なるほど、もう何でも語っていいっていうふうに言われています。でそれもあって、警察も検察も、うん、推認は喋らないということで、うん、要は被疑者自殺不起訴ですね、ということをただ言うだけで終えるということになってますね。はい、そうですね。ビデオニュース見たよということで、ちょうどですから起訴というね、不起訴というところのタイミングで神保さんと、宮台さんの2人動画の方が出ておりますので、そうですね、まあ起訴といっても人がいない時にはですね、書類送致とか書類送検とかって言うんですけど、はい、それが行われたタイミングでしたねということですね。はい、はい、ちょっと時系列でまず事件の方を振り返ってみたいなと思います。資料に出ますでしょうか。そんなに詳しい資料ではないんですけども、事件が起きたのが去年の11月の29日になります。宮台さんが教授を務めます東京都立大学の南大沢のキャンパスで事件が起きましたけども、その前11月の22日に、この被疑者がキャンパスを訪れていたということが確認されているみたいですね。もう少し踏み込んで言うとですね、はい、凶器を持って僕の研究室がある建物の、僕の研究室がある階と玄関の階の間をエレベーターでしばらくの間行ったり来たりしていたということが防犯カメラからは確認されている。なるほど。だからそこで襲おうと思っていたんです。それは下見ではなかったということですね。そこは宮台さんを見つけることができなかった。
僕研究室に行かないんですよ、うんうん、月に1回行くかどうかなので、いつもあの助教の方からメールボックスにメールが入らなくなって、困るんですけど、困るんですけどって来ます、はい、ね、ということですね。ダースさんは宮台ゼミにも参加しておりますので、はい、まあ、このキャンパスに関しては、うん、そう、まあはい、この時期、まあ、ちょうど襲撃事件があった時は実はオールリモートになっていた回で、こうキャンパスに行かなかったんですけれども、うん、まあ、ちょっとずつ対面ゼミを始めてた頃ですね、うん、これ9月ぐらいからは割と対面ゼミも、そうですね、あの月の一番最後の週だけリモートにするっていうふうにしてるんですね、うん、それはまあ学外からの参加者が多くてお仕事をして来るまでに時間かかっちゃう人が多いんで、うん、まあ、あと東京以外にいる人もいますからね、うん、そうなんですよね、なので月1回だけ全員リモート、うん、対面なし、うん、まあ、そのちょうど事件があった日はそれで、まあ、僕らリモートに入って待ってたんですけど、宮台さんがなかなか来ないって、なかなか来ないねっていう話をしていたら、ね、そのニュースがまあ入ってきたっていう感じでしたね、うんうんうん、それはあのこううずくまってですね、うん、救急車を待っている間一番気がかりだったことを、本当ですか、本当にそこは気にしなくていいですよ、いや気になりますよ、いやみんなどうなってんだろうなって、うん、どう思ってんだろう、うん、あれ救急車に救急車で運ばれるまで結構な時間があったんですね、改めて。そうですね、50分近くありましたね、うん、で10分弱で救急車が近くに来たって分かったんだけど、その後恐ろしいことにキャンパスの周りをぐるぐる回ってるんですね、うん、救急車が、うん、でどこから入って、で入ったとしてもどこに僕がいるのかっていうのを確定することができなかったんで、結局あの正門とあの駅の間のこの渡り通路みたいなのありますよね、うん、あそこの下にある道に救急車を止めたんで、ストレッチに乗ってからもですね、うん、さらに10分ぐらい歩いた、うん、キャンパスが広いから、ね、広いんですよね、ですね、なので救急車の中に入るまでに襲撃されてから丸1時間はかかってると思います、うんうん、その待っている間に例えばですけど、自らこのまま命は危ないかもしれないみたいなことやっぱりね、かなり失血してたんで、うん、だんだんあのいわゆるフェイント状態になっていったんで、もしかするとこのまま救急車来なくて死ぬのかなっていうふうにはちょっと思いました、うんうん、なるほどね、まあ、とにかく大量の出血、そして、まあ、宮台さんもいろんなところで話してますけど、傷は、まあ、そう、もう全身にってことですもんね。そうですね、数十箇所ということですが、重いのはあの、まあ、多分頸動脈を狙ったわけですけど、ここのね口元から耳の後ろまで15センチだけど、これは深さ4センチっていうかなり深くて、うん、自覚がもう丸出しになっていて、であと 0.1 ミリで、あの、まあ、表情筋を司る筋系が神経が切れていただろうからラッキーでしたね。で耳は実はね、もう半分取れかかって、半分というか耳の下半分が取れかかっていまして、で あとはそれに深い、もう一つ深いのは、あの僕がね、その犯人が倒れた時に逃げないでですね、追撃をしようと思って、まあ、簡単に言うと武器を奪おうとして近づいたところで、あの下からですね膝上を斜めにですね、これ深くて幅はね 4,5 センチですけど、深さが10センチ以上っていうので、剣とねその後ろにある筋肉を切られちゃったっていうので、これがだから今後遺症になって残っているところですね。であとはもうあの 傷跡はね、大体もうほっぺたとか皆さん見えないと思うんだけど、であとはね手とかは多分一生傷にはなりますけど、もう傷は大体治ってますね。なるほど、うん、ちなみにすごいあの突っ込んだ質問になっちゃうんですけど、その間っての犯人っていうのは終始無言だったんですか？全く無言でしたね。でなんかね、いわゆる昔の右翼だったら国賊めとかって、うん、そうですよね、あの何かを言うので動機が分かるんですけれども、何も言わなかったってことで、後でそれは僕もすごく考えましたね。だから、まあ、その結論は
まあ、考えた結論だけれど、多分、どちらかというと誰でもよかった系に近い。で、僕に対する個人的な怨念はさして深くない。したがっていわゆる個人標的型では純粋な意味ではないだろうなっていうふうに思いましたね。なるほどね。まあ、それはじゃあ宮台さんが属しているという思われている、まあ、少なくとも被疑者が思っている属性に関する、うん、ある種の考え方っていうことになるってことですね。はい、そうです。その属性を持てば誰でもよかったっていうんだと、うん、まあ、条件付き無差別でマーク・チャップマンが有名人だったら誰でもよかったって言ってジョン・レノンを銃撃したのと同じ、あるいはムスリムだったら黒人だったら誰でもよかったっていうのと同じで、多分学者知識人だったら誰でもよかったっていう要素があるんだろうなと思いました。うん、ここまでのところで増田先生感じることや宮台さんに逆に聞いてみたいことがあれば。そうですね、うん、いや結構結構悩んだんですけど、うん、ここに来るのも、はいはいはい、いやまあ診断してないんで、うん、言えないことも結構あるんですよね、うん、まあ、それ被疑者のことをってことですよね、うん、先生の立場からするとっていうことをまず一点最初にお話しさせていただいて、うん、はい、でもその僕もですね、まあいろいろ事件 を見させてもらって、うん、でも確かに誰でもよかった系っていうのはそう思いますね、うん、だからまあおそらくですけれどもそういう個人っていうものとかを、うん、なんかイメージしていくとか、うん、個人っていうものを具体的にありありだとこうなんて心の中で想像していくっていうことが難しいタイプの人なんじゃないかなっていう気はしますね。すごく抽象他者っていうのがあんま見えてないというか、うん、そういう気がします。なるほど、個人を想像しにくい。そうです、ね、でもそんなやつなんかいっぱいいそうだよね、うん、ロス事件以降はね、うん、確かに、うん、まあ、事件がねあった直後とか、うん、僕は、まあ、ゼミ生とかとも一緒にいたんですけども、うん、基本的にそのある種の犯人像だったり動機面っていうものを、うん、まあ、簡単にある種の憶測で語るのをやめようと、まあ、少なくとも僕はそうしてた、うん、そうしてましたね、うん、本当にありがたい。でやっぱりそれはどうしてもなんかこうだああだって、宮台さんって非常に特徴のあるキャラクターで、うんうんうん、メディア露出も多くて遅刻も多いし ね、うん、ね、遅刻が理由でってことはないだろうと思いますけど、はい、そしたら僕はね危ないですよ、ね、遅刻の被害も多く一番被害になるでも、はい、やっぱりそういうことを考えないようにして、宮台さんって強烈な子によって、うん、ある種それに引き寄せられた犯行って考えがちなんですけども、うん、一応そう思ってしまうっていうことも踏まえて一回保留しとかないとなっていう態度を取る必要があるかなとは思ってるんですよね、うん、でやっぱり、まあ、特にネット上とかってやっぱ宮台だから、ね、宮台がこういうこと言ったからとか、うん、まあ、そういったものがバーって出てきて多分、まあ、そう考えることは自然なんだろうけども、うん、まあ、やっぱりこういう件に関しては一回そこ待たないと、うんうん、で、まあ、実際に本当はねすぐにその後見つかるだろうと当初は思ってはいたんですよね。これぐらい大胆なことやっているので、そうですね、まあ、しかもなんかこう身体的な特徴もすごく分かりやすく、うん、すぐにね犯人の画像も映像、画像も公開になったんで、いやすぐではなくてね、大体2週間近くあと12日に公開だったんじゃない、うん、確かね、うん、そうですね、ちょっともう一回、2番の資料を出ますかね、うん、はい、そうですね、12月の12日に警視庁が、容疑者の画像をまあ公開して、まあ、その4日後にこのもう実は自宅で自殺なさっていたとしていたと、うん、後からまあ分かるということになるんですけども、うん、ただこれ時系列で見てちょっとさらにショッキングなのは、まあ、その凶器ですよね、まあ、三刀山刀これを、まあ、事件の後また注文をしてそうです、ね、さらなる襲撃を計画、うん、そうですね、まあ、かということですけども、うんうん、この辺は宮台さんはどんな風に、まず後から分かることだけれど、この画像が公開されましたよね、うん、で、まあ、捜査一課としては犯人を突き止めるってい いう意味ですね、とあともう一つ最終劇を抑えるっていう意味とは両方あったということですね、うん、それは経験的に
画像を公開すると、最終劇の動機が抑制されるということから来ているようですね。で、まあ、結果としてそれは功を奏した可能性があると、うん、で特にあの購入した三等で最終劇を考えていた、そういうことを想像できるので、うん、まあ、その防カメの映像が公開されていなかったらまずかったんじゃないかっていうふうなことにはなってます。あとあの、まあ、捜査一課の、ね、方は毎日僕の家に来られて、まあ、捜査一課からの質問ですよね。捜査一課もあの個人標的型、つまりいわゆる怨恨型と、まあ、誰でもよかった型ですね、いわゆる条件付き無差別型の両方の可能性を考えておられたっていうことなんだけれど、防カメの映像が公開されてからあの、まあ、警視庁捜査一課が想像したよりも情報が少ないんですね。で全部で合わせて303件だったと思いますけれども、で、まあ、それについても質問されて、多分引きこもりなんじゃないかなと。なのであのご近所の人は見たことがないっていう可能性があるとは伝えておきましたが、これもメディアの情報を見ると近所の人は10年以上前に会ったことがあるけど最近見たことがないので思い当たらなかったということで、あのそれなぜかというと被疑者が引きこもりだからなんですけど、その意味では予想通りだったんですね。今言った303件っていうのは、うんうん、この被疑者とつながる情報が303件です。そうです、そうです。あ、なるほど、全体の中で直接。そうですね、うんうん、あともう一つ、これも後から分かることだけど、防カメの映像はこれしかないのかっていうふうに僕も思ったし、みんなも思ったんですけど、最終的には防カメの映像のファイルは5センチ ×5 個全部で25センチの厚さになっていて、あの実は近くまで、つまり被疑者があの所在するところの近くまで実は終えていたんですね。でなんでそこで情報を僕にくれないのかって全然分からなかったんだけども、それは多分被疑者がそういう情報を得るとやっぱり自殺の可能性を考えるっていうことだと思うんですね。でそれもやっぱり従来それがあったっていうことなので、あのこれしかないんだっていうふうに思わせておきたかったところが、これも防カメの映像、まあ、1枚プラス動画1枚かな、うん、あ違う、ね、静止画が3枚に動画が1枚、あの東門のところをこうなんか武器を持って出るところ、うんで、まあ、それでね武器が複数あるってことが分かるんですけれども、あの、まあ、斧だかのみだかと、あとはあの、まあ、刀ですねがある、まあ、その今映像が出たというところで、まあ、自殺をしてしまったと。で、自殺が確か4日後ぐらいなんですね。4日後ですけれども、うん、はい、あのまあ、家族によると、まあ、犯行の日直後からはもうご飯を全く食べなくなった、まあ、離れに住んでたわけだけど、うんうんうん、でもしかするとうちの子なのかなとも思ったが、引きこもりだからそのはずはないと考えた、まあ、メディアには母親がそう言ったと書いてありますね。あのメディアに書いてることは言ってもいいんですね。でご飯を食べなくなったのは、まあ、ビビったからじゃないかっていうふうにあの思われると思います。まあ、メディアにはそう書いてあるんだけれど、死んだ状況を伺ったんですね。そしたら自殺したんだけれど糞尿による汚れが全くなかったということは、ああこれは綺麗に死のうとする人が、首吊りで死のうとする人がやることですよね、はい、でなのでむしろですね、防カメが出て直後からあの自死を決意して、飲み食いを一切やめた。それなぜかというと綺麗に死にたい、なぜかっていうと家族に迷惑をかけたくない、遺書ってそれだけだったんですよね。あのということなんじゃないかなと、これは推測しています。なるほど。このパート
て、まず何かありますか。そうですね、だから引きこもりの人で、まあ、家族に対するすごく罪悪感を持っている人たちっていうのは多いですよね。だから自己肯定感が低いとか、家族に対する罪悪感をすごく持っている人は、多いですよね、それはよく思いますね。あとはその引きこもりの人でよく多いのが、まあ、統合失調症とかうつ病とか、そういうものだったり、あとはその回避性パーソナリティとか社交不安障害とか、あとは発達障害とかを疑うんですけれども、まあ統合失調症とかは分かんないですけどね、そういうなんか幻覚妄想とかっていうよりはもうちょっとはっきりしてたのかなって気はしますけどね。これは宮台さんに聞いても仕方がないことなのかもしれませんが、この被疑者はそういう精神科みたいなところに通った形跡っていうのはないっていうふうに言われてるんですか。あ、それはないのです。ないんですね。一切ないのですね。で、つまり通院歴ゼロということです、でなので逆に何かの病気であった可能性っていうのは十分あると、で僕はメモをね、被疑者がですね残した数冊のメモ、まあ、一部は母親がコピーしておいたものらしいんだけれども、最近のものは全部処分されているので、まあ、ある程度昔っていうことになりますが、まあ、そうですね10年近く昔のものはすごいたくさんあるんですね。でそれを見ると統合失調の可能性はないと思います。で僕は実は統合失調の、まあ、例えば都立松沢病院にいらっしゃる方とかからね、随分たくさん手紙をもらうことがあって、でその字体から文体から大体統合失調の方の文章って本当にね数十通読んできてるので、数十人の文読んでるので分かるし、自分の友人が大学時代やっぱり統合失調になってからどんな文章を書くようになったのかも知ってるので、統合失調ではないというふうに思いますね。でそうすると引きこもりによくありがちなまあ、鬱あるいはそれに近い状態なのかなと思うんですけれども、文章は非常に書きますよね、なのでちょっと増田先生に毎日たくさんのメモあるいは日記を残す、例えばうつ病の人っているんでしょうかね。文章をたくさん書くうつ病の人はまあ基本いないですよね。ないですよね、それはエネルギーの枯渇っていうのがうつ病の、はい、そもそもの定義なんで、っていう感じですよね。だから鬱じゃないっていうことですよね、そうするとね。まあね、これはもう被疑者は亡くなっているんで、どうだというね診断断定はもちろんできないわけですけども、だから僕もだからちょっとメモがすごい大量なんで、すごく驚いたんですよね。で、そこだけでは何も浅田先生も言えないとは思いますけども、ちなみにメモっていうのは何か具体的なものなんですか。その2つあって、1つは図書館通いが趣味だったようなんだけど、特にね、まあ、5年ぐらい前から毎日決まった時間朝の9時に、外に出て自転車でどこかに行く。でお昼ご飯の12時頃に帰ってきてご飯を食べる、そしたらまた1時頃に決まった時間に自転車で出ていくっていうのが、まあ、5年間の日課だったっていうことなんですね。で僕の読んだメモはそれ以前のものではあります、なので図書館通いが日課だったっていうのとは違うと思いますが、それでもね本に関する記述はかなりあります。でそこから三島由紀夫に関心があるなとか、あるいは読んだなとか、関心があるかどうか難しいに言及があるので、あと、まあ、葉隠れに言及があるので、そういう方向に関心があるなとか、まあ、全体として武断主義、暴力をもって決すべしっていう発想をしているなとか、あるいは大学人、知識人、学者、これを極めて強く憎んでいるなとかって、そういうことは分かります。だからね、一番目本に関する記述がある、あともう一つそういう自分の感情に関する記述がものすごいたくさんある。なので本に関する記述が全てその反知性主義と無断主義に
回収されていくので、うん、何を読んでも同じになるんだな。であと国学系、日本杉江系の歴史書ってありますよね、うん、これも、まあ、相当に読んでいるんですけれども、でそこから、まあ、まあこれは創世記の方の分析もそうですけど、安倍晋三氏のことは好きだっただろうなと、うん、で理由は日本の美しい日本を立て直すとかって言ってたからですよね、うん、だから日本すげえ系の人だったってことは間違いなく、したがって安倍晋三氏のことは好きだっただろうなと推定されるので、そうするとその安倍晋三氏をあのディスっている人のことは、頭にくるだろうなというふうには推定できますね。なるほどね、うん、今いくつか宮台さんの方から情報ありましたけども、うん、まあ、コメントを見てるとその定期的なタイミングで外に出ていたというところで、その完璧な引きこもりではないんじゃないかというような今指摘コメントもあるんですけど、この辺って増田先生どんなふうに考えるか。まあ社会的引きこもりってやつですね。だから外出はするけれども他者と交流を持たないとか、なるほどね、うん、そういうまあ普通に引きこもりですね、うん、だからあの逆に出ない引きこもりっていうと、まあ、強迫性障害とかで、うん、もう不潔恐怖とかあるとか、うん、まあ、統合失調症や幻覚妄想があって外に出れないとか、うん、まあ、うつ病とかでうつで出れないとかありますけど、うんうん、なんかそういうタイプとはちょっと違ったかなっていう気はしますね。なるほどね。あと宮台さんもちょっと質問しようとなさってた、そのたくさん文章を書く、メモを残すっていうのは何かのサインだったりするっていうことはちなみにありますでしょうか。もちろんこれはあの直接お会いしてないんで、あくまでも推測の域になっちゃうかもしれませんが、そうなんですね。だからそう考えていくと、まあ、自閉症傾向、自閉症があったかどうかわからないけど ASD 傾向、うん、AS 傾向はあったんじゃないかっていうのが、うん、まあありますよね、うん、であのやっぱ引きこもりの人で AS 傾向ある人って多いんですよ、うん、で診断されてないとかも結構あって、うん、で引きこもりの人で精神疾患の合併って何パーセントかっていうのは、うん、なんていうのかな、まだよく分かってないんですよね、うんうん、だから 70% とか 50% 以上とかいろいろあるんですけど、うん、でもなんか何かしらのそういう、まあ、問題はあったんじゃないかなって気はしますけど、うんうん、ちなみにそのメモに関してなんですけども、まあ、大体その無断主義的なものと反知性主義みたいなものにこう修練されていくという、そうですね、ことでしたけど、それは間違いないですね。そこは間違いないですね、うん、それ以外の部分で文章が成長していくとか、なんか中身が深まっていくみたいな傾向っていうのは全然なかったんですか。そうね、だから数年分の方読みます。しかしいつもずっと同じあの大学人肉史、知識人肉史、うん、が絶えず書いてあるんですね。でだからそこで僕が思うのは、まあ、フロイトの言う、まあ、反動形成だよね。つまりこの人は大学に行きたかったんじゃないかなっていうふうに、まあ、かなり強く思いましたね。なるほどね、うん、なんでいつも大学時に注意を集中しているんだ。で、まあ、反動形成っていうのは無意識に存在する願望があったとして、その反対側をあの表面的に主張する、あるいは意識に上るってことで、まあ、よく出す例だと、あのフーコーがね、ビクトリア朝の禁欲主義のブームを分析した時に、これは禁欲主義というよりも禁欲主義の強熱っていうところにポイントがあって、この禁欲主義の強熱は性的欲望の表れだというふうに、あのフロイトに沿って解釈するんですよね。で性的な欲望が強くあると、しかしあの自分はそれを自由に表現できないと、でそうすると自由に表現できる人を見ると強烈に劣等感と反発を感じるの でそれをものすごい攻撃する、絶えず、性的に、まあ、自由奔放な人をひたすら攻撃し続ける。でその攻撃し続ける人間たちの間で連帯をすると、それがビクトリア朝的なものだよねっていうのがフーコーの考えでした ね、うん、ちょっと資料3って出ますかね、うん、今まで話してきたことと、まあ、それからあのこれニュースで公開になっていることを簡単に、うん、この被疑者容疑者のですね、まあ、分かっている部分を、本当に
列挙しただけなんですけども、これ生まれが1982年というわけではないのかな、当時41歳ということですよね。でも82年生まれです。それは大丈夫ですか、まあ、いわゆるロスジェネ世代ですね、あとはまあ野球少年だったということも、報道を見ると出てきています。ちょっとその前に82年問題せっかく出たので言うと、82年問題って一部あの犯罪社会学者犯罪研究所の中では言われてますね。いや、それは秋葉原事件の、はい、まあ、加藤氏で、坂木原が多分坂木原もそうだし、あと、まあ、小保方さんって言っておきましょうね、小保方さん、何をしたかは言いませんけど、もう新しい人生をされているのでね、もうそうだったし、山上もそうですか、山上もそうだったし、あと神保哲夫氏がね深く追っかけた、PC 遠隔操作事件の片山氏もそうでした、だから特異点なんですよね、統計的な。なので82年問題って何なんだろうってことは、まあ、これ後で議論になればいいかなと思 う、ね、はい、ここは後でまたゆっくり会員登録していただいている方とともに議論を進めていきたいなと思ってますが、まあ、分かっているところで言うと今こんな感じですかね。母親がエホバの証人ということと、まあ、メモ帳、さっき宮津さんもおっしゃってたメモ帳に大量のメモがあって、その反知性主義的な言葉と、それから武断主義的なものがあると。でも逆に言うと、まあ、エホバの影響ってところで言うと反知性はエホバの証人はそうなのかもしれませんが、どちらかというとこうエホバの証人って、その暴力反対主義ですよね。って考えると、まあ、そのエホバの影響だけ、まあ、エホバの影響ということだけで今回の事件は語りきれない。そうです。それはちょっと強調しておきたいと思いますね。はい、何かというと宗教二世問題に従う人たちが多いので、はい、ちょっと僕はそれでは違うだろうなと。ね、それはもう母親は家族の中ではエホバの、話はしないという決まりになっていたということです。まあ、これは一部報じられているけど、あともう一つ今ジョーさんおっしゃったけれど、エホバの証人って、まあ、病院嫌いと大学嫌いで皆さん知ってると思う、病院嫌いのことはね、かなり多くの人は知ってるんじゃないですか、流血ってことでね、で大学嫌いのことはあまり知られてないけど、でもインターネットでエホバって聞けば今は誰でも知れることです。でそれはね、僕はイノセンチズムっていう、まあ、僕がじゃなくて一般に文学において言われるね、文学におけるアメリカの伝統なんですよね。で、大草原の小さな家的な生活形式を愛し、したがって経験から得られる知恵で結束することを非常に重視し、でなおかついわゆる口舌の徒、実際何の経験もないのにものを喋ってる人間を憎み、でそうしたいわゆる経験と関係ない知から築き上げられてきたもの相対を憎むっていうふうになっているんですね。だから自然というか日本でいう自然ですよね、が大事っていうふうに考える。でそういう意味で知よりも、まあ、知上位で言うと情ですね、知よりも情や意、感情や意志が大切だと、考える立場 でそれは暴力主義をいささかも認めるものではないのでね、でむしろどちらかっていうと社会から退却する傾向の強い宗教です。だからいわゆるヨーロッパで定義されるカルトイコール犯罪を犯す宗教集団というのにはエホバは当たらないんです、そうですよね、確かエホバの、人に聞くと、まあ、例えばデモとかがあったりしても参加しないとか、まあ、そういうのがあったらむしろ自分は場所を移動するんだというようなことまでおっしゃいますので、ですから、まあ、さっきもコメントでありましたけどエホバ違ったんだというのがありましたが、今回はそのエホバの2世というところだけで事件をくくろうとすると見余ってしまう可能性が
高いですね。で、まあ、この動画を見ていたっていうのはですね、はい、あの PC を処分していたからわからないんだけど、逆に PC を処分していたということの意味ですよね、うん、でそこから推認されるのは宮台に関する動画をかなり見ていただろう、あるいは宮台の文章をネット上で読めるのがかなりあるので見ていただろうということですね。それは推定できる。でするとそこで問題になるのは、僕に対するいわゆるですね個人的な怨念とか関係妄想とかはあまり強くないとすると、なぜ僕が標的になったのっていう問題ですよね。で捜査一課もそれがすごく気になったので、僕が、まあ、犯人の活動がね10月から始まってるんですよ、うん、でなのでその前の2ヶ月ぐらいのですね、僕が外に出した動画を一個一個ですね、どういうあのネガティブな感情を被疑者に引き起こさせたかについての推定をするっていうレポートをね、うん、書かせてもらいました。で自分で分析して、見た結果を思ったのは、否定的な感情を持ったにしてもそれは一般的なもので、気に食わねえなこいつは程度の方でね、うん、あの どの動画についてもですね、その否定的なインパクトが直ちに殺人動機に結びつくっていうのはやっぱ考えられないんですね、うんうん、でなのであの捜査一課に挙げたレポートではやはり誰でもよかったっていうのは一方にあって、つまりもっと言うと誰でもよかったけどある条件を満たすやつを殺したいと思って、さて殺すやつを選ぶ段に、ね、つまり選ぶ段階になった時にあのよしこいつだっていうふうに決めるのに、役立つぐらい の、うん、まあ、あの刺激あの引き金的な機能がね動画にあったんだろうなということですね、うん、なるほどね。さあ、もう実は僕ら的には配信開始から1時間ぐらい経ちまして、うん、宮台さんちょうどエンジンかかったところだと思いますけども、今までのお話は、まあ、宮台さんのですね他のご出演のメディアを通して知ってた方も多いと思いますが、この情報をベースにこの後増田先生とともにですね、この事件さらに深掘りしていこうと思っております。休憩を一旦いただこうと思いますが、改めてダースさんの映画選挙なんです絶賛、はい、ありがとうございます、公開中でございます、うん、はい、平日の昼間の時間地方の方ぜひぜひとも、劇場に足を運んでいただければと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。そして、増田先生の新刊の方も発売になっております、はい、2月に出たばかりです、精神科医が教える親を憎むのをやめる方法を、前半見てない人のために一言何かプロモーションを、はいはい、まあ、あのここで言う親っていうのもその抽象的な意味での親なんですよね。だから具体的な人間として捉えてなくて、うん、なんとなくこう社会の象徴として親を捉えていて、それで親を憎み続けてってことが多いんですけれど、まあ、あの臨床の中で親の話題をするときって具体的な個人に絞り込んでいくっていう作業なんですよね。だからそれをですね、まあ、本人のしたっていう感じなので、うんうん、まあ、もしよかったら読んでください。はい、はい、よろしくお願いします。あ、そうか、社会的に親的なもの、という、まあ、社会的に親的なものとその実際の親との区別っていうのは子供はどうしてもつけられないんですね、うんうん、理想化されてたりとか過度に恐怖を持ったりとかするんで、うん、それをもう一回こう大人になってから見ると、いやうちの親ってこんな人だよねとか、なんかクラスでいうとこんなキャラだよねみたいなことが見えてくるんだけれども、なかなかあのそれってやらないんですよ、そういう作業って。なので臨床場面ではやってるんですけど、親子関係で問題なかったらうちの親ってそこそこのやつだよねとかそういう判断しないと思うんで、まああのなんていうんですかね、そういうことをまあ本人残してるという。なるほど、あの、はい、僕ね社会学者として特に幻の郊外っていう97年の本でね、家庭内暴力と校内暴力を分析したんですね。で家庭内暴力って皆さんご存知のように70年代後半特に78、9、80あたりに盛り上がっていたんですね。具体的にはあの改正高校衛生事件とか、あと一流信也金属バット殺害事件とか、皆さん知ってらっしゃると思うんですね。で80年代前半になると
いわゆる新聞の見出しや話題として言うと家庭内暴力ものすごい激減して校内暴力になるんですよね。で86年以降になると両方とも紙面としてはほぼ消えるってことが起こるんですね。でその記事の内容分析をして分かることは家庭内暴力も校内暴力も僕は当時依存的暴力って言っていましたけど今増田先生のおっしゃる社会的な期待を親に強く持ってるんです。親ならこうしてくれるはず、うん、こうするべきなのにしてくれないとはどういうことだ、あるいはこういう期待のその水準があるとすると例えば干渉しすぎるとか親の言う通り自分はやってきたとあれもこれも親が言ってきたで俺がこうなったっていうのは俺がこうなったのは親のせいだつまり親に依存してきたから親のせいだっていうふうに考えるっていうタイプのねまあ動機形成が多かったんですよね。で今増田先生おっしゃったことだけどいや親ってそんなもんっしょみたいに思ってれば俺がこうなったのは親のせいだぶっ殺してやるってはとはなりにくいし、ね、今そういう意味で親に対する社会的な期待を例えば70年代ね末ほど強く持つ人ってのはトータルにはもういないと思うんだよね。大学生リサーチするとね親が愛し合ってると思う人とかって聞くと、だいたい4割6割はねネガティブみたいな感じでしょ。で親ってそんなもんしょっていうのは例えば僕が性的な退却を分析するときにもすごく重要なデータになってるんですよね。でなんかすごい期待し合う家族っていうのは多分以前ほどはいないんだろうなと。そうですね、はい、冷めた感じという、うん、ことですよね。それはまあ良い点悪い点が両方あるということになってくるんですか。あります、うん、両方とありますね。そうですよね。さあ後半なんですけども、先ほど宮台さんがキーワードを出してくれました82年生まれ、まあ、いわゆるロスジェネ問題それから、先ほどもちょっと出ました引きこもりについてそれからまあ前回だったかな前々回かな前回か宮台さんがちょっと予告編的におっしゃっていたそのものに呼ばれるみたいな話をしていて、はい、容疑者がその刃物を、はい、まあ、その後追加で買ってたりとかそういうことからですねちょっとものに呼ばれるなんていうキーワードでも聞いてみたいなと。本当に僕が重要視しているのはそこですね。そこですか、はい、あと、うん、安倍が好きだっただろうということでまあ安倍を、まあ、ディスる僕の動画を見ていて刺さったんだろうなと。しかし安倍をもっと個人的に安倍がいけないってディスってる人がたくさんいる中で僕は安倍がいけないっていうふうにディスってる動画あるいは表現で一個もないんですよね。で安倍の持っている安倍氏にしておきましょうね安倍氏の持っている属性友達がずっといなかったとかあるいは東大出が多い家族の中で非常に強い学歴コンプレックスを持っていたとかこれはまあ事実という、まあ、要するに書かれていることですでにね青木治さんとかはずっと書いておられることだけれどもそういうことを言ってたんですよ。だから僕は社会学者なので、まあ彼あれてありてこれあり彼なくしてこれなしっていうねまあ、ブッダゴータマ・シッタルダが12月8日に真理に覚醒したと言われた時のその真理、これみんな因果っていうふうにね縁起、縁に起こるっていうのを因果と解釈していますけどそれはね間違った解釈ですね。正しいことを解釈を言うとあれがなければこれがなかったっていうただそれだけです。で数学で言えばこれ必要条件にあたることなんですね。なので例えば安倍晋三氏がこういう家族に生まれていなければそうは思うようにはならなかった。同じですよね、うん、今回の被疑者も、こういうことがなければ例えば引きこもっていなければこれはなかったロスジェネでなければこれはなかったっていうふうに何がなければこれがないのかっていう必要条件をねこの重ね合わせていくようにして型を掴んでいくプロファイリングしていくそれは僕警視庁捜査一課の方に
従来のアメリカ的なプロファイリングだけでも今では多分無理になるので、そういう今言った何がなければこれがないのかっていう条件をたくさん重ね合わせていく中で、その型をね考えていくっていうふうにしたらどうですかっていうふうには提言はしてます、ね。まあ、その中の一つにちょっと物というキーワードも出てくると思いますし、あと場所、これも宮台さん最近連載とかで書かれていますけども、まあ、この相模原という場所というか、僕もあの郊外で育った、郊外で生まれた人間なので、八王子という郊外で生まれた人間なので、都心とも違うかといって、その共同体が完全に残っている田舎とも違うような場所、ここももしかしたら何か16号線沿線的なものでしょっていうことです、ね、話は、はい、その辺もキーワードになってくると思います、うん。そして最後はですね、事件からの教訓、まあ、事件を繰り返さないために我々何ができるのか、あと皆さんからの Q&A ということで後半は進めていこうと思ってますが、宮台さんすみません、ちょっとあのオンエアで聞いちゃうんですけど、次回の11月10あ3月の30日、時間って遅くしても大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか？遅い分には夜中夜12時とかですか？10時半スタート。全然問題ないです。大丈夫です、はい。まあ、あとユーザーの皆さんが眠くないか問題っていうのはあるんですけど、じゃあ、ダースさんも OK で配信チームも OK ということなので、次回の予告すいません、あもうゲストは決まっておりまして、諸事情でちょっと時間がですね、今出る予告から、少し時間が後ろになります。古谷さん番組初登場で出てくださいます。3月の30日木曜日、時間が22時半からになります。眠いってばかっこ笑います。それはそうだと思いますけど、まあ後からタイムシフトでもご覧いただけますので、古谷さん番組初登場を、ちょうどですね新刊が出たばっかりでございまして、これはね年寄りがこう受け入れ化しているという本なんですけど、まあその本の紹介だけではなく、まあ、3月ここのところですね、いろんな政治問題社会問題起きてますので、その辺も、まあね、令和の代表選も出ましたから ね、 そうね、ありましたんでね。僕なんかあの古谷さんとガンダムの話しないんですけど、ね、ちょっと違う話ができるのが楽しみですけど、なるほど、ということでございます。僕は古谷さんと仲がいいんで、別に今まで話したこともあるし、うん、あのラジオに呼んだこともあるし、うん、はい、全然不思議なことではないので、はい、念のために、はい、そうでございます、はい。さあこの後もですね、今夜のゲスト増田先生とともに宮台真司襲撃事件を深掘りしていきます。5分ちょっとぐらい休憩させていただきます、ぜひとも皆さん会員登録していただきまして、最後までお付き合いください。それでは休憩です。